はい、ということでね、今週もゲーム動画になります。今回のゲームはですね、4月の13日のゲームですね。はい、この日はちょっとね、初心者さんもいて、まあニーズもね、少なめのゲームだったので、まあベテラン3人と、まあ残りのね、メンバーっていう感じでやってます。まあせっかくなんでね、ニーズも少ないので、まあギリのね、効果も試したかったんで、いつもとね、違うルートを通ってます。まあ、やっぱりレゾネートって、このノブリッジのクロイツァーがね、すごく合うんですよ。まあ結構地面もね、山の中でも多い方なんでね。結構近づかれても気づかれないことが多いです。まあなんならね、踏まれたこともあります。で、今ね、前にね、行ってたカメさんがやられちゃったので、その倒した敵をね、探してます。で、そのままね、敵が動いてくれたので、もう倒すことにしました。本当はね、もうちょっとね、泳がせてまとめてやろうかと思ってたんですけどね。まあ、ベテランの方のね、メンバーだったので、先に倒してます。で、少ししてからね、もう一人の、ベテラン勢が来たので、狙ったんですけどね、ちょっと焦っちゃって、ずらしちゃいます。今のはね、なんとなくで撃ったみたいでね、全然横の木に当たったので、ちょっと下がってます。まあ、もうちょっとね、あそこで粘ってもよかったんですけどね。まあ、やっぱり近ければ近いほどこっちが不利なので、距離を離します。で、さっきのね、位置からすると、もうこっちをね、狙うにはもう、ネット際をね、来るしかないので、もうそこでね、来ると張って構えてます。来たので倒します。で、まあこれがね、1ゲーム目だったんで3対3だったんですよね。なので最後の1人を、まあじわじわね、いるとこ潰してって探してて、 CQ エリアに入ってね、様子を伺ってるところですね。で、若干左気にしてると思うんですけど、左の方でね、ちょっと音がした気がしたんですよね。またね、ちょっと今聞こえたと思うんですけど、ちょっと音がしてるんでね、あ、これ来てるなと思って。で、来るルートが2つしかないようにね、まあ、ルート潰してるんで、まあ、索敵はしやすい状況ですね。で、もう間違いなく足音がしたと思ったので狙ってます。ということでね、このゲームはこれでおしまいになりました。積んでいくよ、よ。俺の銃声を聞いててこい。1は。で、これが人数がね、増えた状態です、ね。下全滅だけはやめてね。まあこっちね、3人で、向こうが6か7人だったのかな。で、下でね、仲間2人がやってくれるっていうのは、僕はもうね、一気に上まで駆け上がってます。まあ、僕の目的としてはね、敵を倒していくというよりは、まあ、上から出られないようにね、嫌な車線を全部ね、狙い合いように敵を倒していくっていうような感じで狙っています。まあ、人数少ないとレゾネートさんってフィールド半分に制限するんですけど、まあ、このラインね、見てると大体ね、上から狙いやすい位置が全部見えるんでね。まあ、こんな感じで、さっきの黒いね、左側にあるバリケートのとこがすごくスナイパーとかね、上から見るにはいい位置なんですけど、横から見ると見えるんですよね。で、これがちょっとね、撃つのが遅かって。で、もう一人いたので、ね、倒してます。で、今ね、左に一人走ったので、ちょっとスナイパーライフル置いてね、ハンドガン抜いて、様子見てます。さすがに距離になってね、フルオートを打たれるとさすがに辛いもんがあるんでね。まあ、何回かね、防護にやったことあるんですけどね。
で、すぐに来なかったので、一回ね、奥の敵を確認してます。で、今足音がね、したので、まあ、ちょっとね、カメラがね、頭まっすぐ向いてて、見れてなかったので、こっちのカメラになるんですけど、倒します。で、その後ね、もう全然、敵のね、気配がしなくなったので、進んでます。まあ、正直、こっから先がね、結構レドネーズさん難しいんですよね。お互い視界が開けちゃうんで。どっちかっていうと、守ってる方が強いようなエリアになります。まあ、人数次第ってとこもあるんですけどね。まあ、とまく山フィールドはね、耳を澄ますことが大事です。はい、でこれね、味方がフラグ取ってくれたので終了になりました。今だいたい1万2、3000ぐらい。そうやね。で、コンバージョンが5、6000やなかったかな。ボ、うん、スに言っといてあげようか、今度のイベント持ってきてって。だイベント価格で買えるよ。うん、あの、コンバージョンキットがね。あ、でもそれでも。うん、なんでとりあえず言っとくわ。な。OK! ちょうどね、これがあの2周年イベントのね、1週間前のゲームだったんで、まあそういう話もしてるんですけどね。うん、そうそう。コンバージョン向け新品の意味がない、はい、ここね上進んでたんですけど敵がねもう走って突っ込んできたので一人倒してます。でその後一回ね戻ってます。まあというのもね下にいた味方が一人やられちゃったんですよね。で間違いなく下からね登ってくるんで上でね待機してます。でここでね背中が見えたので倒します。実はここって、このエリアですね。は、下の方が強かったりするんですよね。基本的に山のフィールドってね、上の方が強いパターンが多いんですけどね。意外と下から、まあ上からね、見ると木で見えないパターンが多いんですよね。で、逆に下からね、しゃがんでみると見えたりするんでね、上の方が。結構難しい場所なんですよね。でもう攻めたら負けると思ってね、ここでもう全部倒していきます。まあちょうどね、これ前の動画もそうなんですけど、ちょっとカメラの位置低くしすぎてね、カメラの映像がもやかかったみたいになってるんですから、ギリーのね、この重要のギリーの葉っぱ越しにねカメラが回ってるような状況なんですよね。なのでちょっと見づらいと思うんですけど、次のねゲーム動画から多分改善してると思うんで、はい、ここで石割れちゃいましたね。でやばいなと思ったんですけど、あ、終了。味方がねフラグ取ってくれて勝ちになりました。あ、カメさんが取りに行ったんかあっぶねはい、ということでね今回のゲーム動画はこれでおしまいです。まあ、こんな感じでねゲーム動画とかレビュー動画アップしますんで、よかったらチャンネル登録お願いします。